ティフト軍は、アメリカ合衆国のジョージア州にある軍。軍庁所在地はティフトンである。2000年国勢調査時の人口は38,407人だったが、2007年の推計時には41,610人に増加した。1905年8月17日に設立され、オールバニ市を建設し、連邦会議員も務めたネルソン・ティフトにちなみ、名付けられた。 国勢調査局によると、この軍の総面積は696平方キロで、うち686平方キロが陸地、総面積の1.42%に当たる10平方キロが水域となっている。2000年の国勢調査時点で、この軍には38,407人、13,919世帯、1105家族が暮らしている。 人口密度は1平方キロあたり56人で、平方マイルに換算すると145人となる。住居数は15,411件で、1平方キロに平均22件が建っていることになる。住民のうち白人は65.31%、アフリカ系は28.02%、ネイティブアメリカンは0.20%、アジア系は0.98%、 太平洋諸島系は0.02%、その他の人種は4.59%、根結は0.88%、ヒスパニックは7.67%を占める。2000年国勢調査の結果をもとに作成した軍の人口ピラミッド13,919世帯のうち35.4%は18歳未満の子供と暮らしており、51.4%は 夫婦で生活している。16.9%は未婚の女性が世帯主であり、27.4%は家族以外の住人と同居している。23.3%が一人見世帯で、9.0%を独居老人の世帯が占める。1世帯あたりの平均構成人数は2.65人、家庭の平均構成人数は3.10人である。 住民のうち27.2%が18歳未満の未成年 11.、11.6%が18歳以上24歳以下 28.、28.4%が25歳以上44歳以下 21.、21.1%が45歳以上64歳以下 11.、11.7%が65歳以上となっており、平均年齢は33歳である。 女性100人に対して男性が94.5人いる。一方、18歳以上の女性100人に対しては91.5人いる。1世帯あたりの平均収入は32,616ベイドル。家族ごとでは39,083ベイドルである。男性の平均収入は27,874ベイドル。 女性の平均収入は2997ベドルで、労働者でない人々も含めた、住民1人あたりの収入は16833ベドルとなる。総人口の19.9%、家族の15.5%、18歳未満の子供の28.0%、および65歳以上の高齢者の14.6%は、 貧困戦以下の収入で生計を立てている。ありがとうございます。